聖夜さんはもうね、あのーはい、マーベルの大ファンでらっしゃる、はい、でもいろいろとね、あのー、スパイダーマンだったりアイアンマンだったりいらっしゃるじゃないですかうん、うん、その中でこのベノムの魅力っていうのは特にいやこれねベノムはめっちゃベノムが好きっていう方多いですよねこの MCU にこうわーって参加するんじゃなくてベノム単体で。 人気がすごくて、で、やっぱりあ先ほど獅童さんもおっしゃってましたけど、人間味がどんどん出てきて、ベノム自体がめっちゃ可愛いんですよね。でも、どんどんベノムなんな、そんなんも言うんかいとか、お前そんなんもできんのかいとか、前回からどんどん出てきて、で、やっぱ何より、なんかお笑いコンビっぽいんですよね、ちょっと。掛け合いとか。 だから本当にツッコミみたいな感じでベノムがツッコむ時もあるんでちょっとすごい粗品っぽいなみたいなあの<ー>それ言いすぎやろみたいなことあいつめっちゃ言うんでなんかベノムみたいなツッコミしてくるんでなんかそれすごい「なんかウィー足霜降り明星」っていう言いそうになりますね。ちなみになんですけど今渋谷は結構ねベノム祭り状態になってるんですけど私ねこの間ちょっと行ったところでこんなものをですね あの、見つけたんですよああ今やってんなああ、ベノムのいや、ヴノムの、はいこの、ね、こんな大きかったんですかこんなのがあるんですねはい、そうなんですよこれはなんか、スパイダーマン絡みの方のヴェノムですねで、ちょっとこれ見てください、よく見てくださいはいはいはいなんかこのポーズああ、この、しもぐり明星の漫才の時の素品の突っ込み似てる、だからあいつが帰省されてるかもしれないです あいつ、何年か前から確かに芸風変わったんで、ね、途中から俺、ベノムとコンビ組んでるかもしれない粗品 <laughs> さんは意識してたりするんですかベノムのこといやいや、知らないです多分、あいつは全く知らずに、ベノムが寄ってきてますね今日こ、これこれありきの聖夜さんブッキングですか <laughs> はいあどういうこと <laughs> うですか嘘でございますね、もちろんね、ファンでらっしゃいますからね、はい、そうですねはい。